クライナのダム決壊後、ロシアの戦況不利に陣地12カ所を奪われた。米戦争研究所の分析。長い間予告されてきたウクライナの大反撃が始まった頃の6日、カホフカダムの破壊で発生した洪水が、これまではロシアに不利に働いているという分析が出た。ウクライナは東部戦線で7つの村を奪還したと主張した。米戦争研究所 ISW は12日、今回のダム崩壊でウクライナ南部ヘルソンの最前線地域の戦況がロシアに不利な方向に変わっていると発表した。同研究所はダムの崩壊で増えた水によってロシア軍がドニプロ川東岸左にある少なくとも12カ所の定着地で占領中だった陣地を明け渡し、一部地域では戦線を約10キロメートル後退しなければならなかったと明らかにした。昨年秋に行われたウクライナの反撃以降、ウクライナが川の西岸、ロシアが東岸を占めた状態で対峙してきた。同研究所の分析によると、急速に流れ込む水によってドニプロ川西岸のオレシキ、ホラプリスタンのロシア主要拠点にあった兵力と軍事装備が撤収したものとみられる。ロシアはこれまで同地域を活用して対岸にあるヘルソン市などを砲撃してきた。同研究所は、洪水でロシア軍が9日現在、ドニプロ川西岸約375平方メートルに達する地域に対する統制権を失ったと明らかにした。ただし、このような変化が現時点でウクライナ南部で起きている戦況にどのような影響を及ぼすかはまだ不明だと付け加えた。ダムを破壊し洪水を誘発させたのは誰なのかは定かではないが、これまではロシアに不利に働いているという指摘だ。大反撃を始めたウクライナは主戦線であるザポリージャ州で少しずつ前進に成功し、7カ所の村を奪還したという。ボロデミル・ゼレンスキー大統領は12日現在、激戦が繰り広げられている地域として、ホルティツアとタウリアの2つの地域について言及し、戦闘は激しく続いているが、我々は前進している。これが重要だと述べた。ハンナ・マリャル国防次官も同日、公式テレグラムに、この1週間、ドネツクとザポリージャ方向にあるウクライナ軍が 6.5 キロメートル進撃し、90平方キロメートルに達する領土を取り戻したと主張した。また、ウクライナ軍がザポリージャ州西部1カ所と、東部及びドネツク州西部6カ所で定着村7カ所を解放したと発表した。しかし、ロシアも激しく抵抗している。ロシア情報機関出身の予備役軍人、イーゴリ・ギルキン氏はテレグラムに掲載した文で、ロシアの柔軟な防御が成功しているとし、残りの領土を守りきり、あるいは取り戻そうとするのではなく、敵の本陣と州防御線の間の戦場で敵を弱体化させることが望ましいと書いた。現在の防衛線を維持しながら、ウクライナの兵力と装備の被害を増大させる消耗戦を図るべきという意味だ。プーチン大統領、武器不足認める。ウクライナ軍は反転攻勢強める。ロシアのプーチン大統領は武器生産量が3倍に増えたにもかかわらず、ウクライナで戦うロシア軍には十分な最新兵器がないことを認めた。ウクライナ軍は同盟国からの新たな支援を背景に反転攻勢を強めている。プーチン大統領は地元記者や軍事ブロガーとのテレビ会議で武器の生産不足を認める異例の発言をした。またウクライナによる反撃が先週始まって以来、ロシアが戦車54台を失ったことも明かした。ロシア政府がこれほどの規模の損失を認めたのは初めて。大統領は高精度弾薬や通信機器、ドローンなど多くが不足していることが分かった。ロシアには近代的な対戦車兵器や近代的な戦車が必要だと語った。ウクライナは今回の作戦で、2022年2月の侵攻開始後に占領された領土からロシア軍を追い出し、その後の和平交渉で優位に立つことを狙っている。ウクライナはロシア軍が築いた広大な防衛線を調査しており、これまでのところいくつかの集落を奪還したに過ぎないと報告。一方、プーチン大統領はロシア軍がウクライナ軍に壊滅的な打撃を与えたと主張している。ワシントン訪問中のストルテンベルグ北大西洋条約機構 NATO 事務総長は13日、反転攻勢が前進しつつあると述べた。同時に米国は新たに3億2500万ドル、約455億円規模の追加軍事支援を発表。
これには155ミリと105ミリ砲弾と対戦車ミサイル TOW 地対空ミサイルシステム向け弾薬、通信機器などが含まれる。プーチン大統領はこの日、ウクライナの反攻は成功していないと改めて主張し、交渉の用意があるという姿勢はほとんど示さなかった。またウクライナの同盟国が武器を供給しているとして非難した。大統領はこのほか、黒海を通じたウクライナ産穀物の輸出を認める合意について撤回を検討していることを明らかにした。8月革命でプーチン暗殺の緊迫情報。元側近のワグネル創設者プリコジンがロシアの明智光秀になる日。また一つウクライナの黄色の大地が失われた。6月6日、ウクライナ南部ヘルソン州のカホフカダムで決壊が発生した。多くの住民が避難を強いられ、水害によって死者・行方不明者が多数出ている。9日にはロシアの破壊工作グループがダムを爆破した証拠とする通話音声をウクライナが公開し、ロシア側の攻撃だったと非難した。ウクライナ農業食糧省は決壊で地域の灌漑用水が長年にわたり途絶えるとの見通しを明らかにし、小麦に代表される穀物生産の大打撃を示唆しています。影響を受けて市場の穀物価格も上昇しました。大手紙国際部記者。ついに反転攻勢を開始したウクライナ軍。南部ザボリージャ州では防衛線の突破を試みるなど、ロシア軍にとっては劣勢状況が続いている。拓殖大学海外事情研究所の名越健郎教授はこう話す。今回のダム破壊はロシア軍がヘルソン州のウクライナ軍の侵攻を防ぐという目的から実行したと考えられるでしょう。水没で足止めができ、ザボリージャ州の防衛に戦力を集中させることができます。やはり焦りが見え隠れするロシアのプーチン大統領。6月9日にはベラルーシのルカシェンコ大統領と会談し、いよいよ7月からのベラルーシ国内の戦術核配備に合意したと伝えられている。背景にはウクライナ軍の猛攻だけでなく、ロシア国内の不穏な空気も関係していそうだ。政権与党統一ロシアの幹部議員から、今回の戦争の目的はよくわからない、いまだに戦果がないとの発言がありました。ついに公然とプーチンに脳を突きつける有力議員が出てきたんです。こう話すのは筑波大学の中村逸郎名誉教授。ロシア国内では6月5日に公営放送のテレビラジオが一時ハッキングされ、プーチン氏が総動員令を出すと演説する内容のフェイク映像が流れる。内乱騒動が起きたばかりだ。政権内はすでに混乱していて、先月のクレムリンへのドローン攻撃について、プーチンは上空を通過していっただけだったと記者に言ったんです。つまり誰も本当の攻撃内容を彼に伝えていない。都合の悪いことは口にすらできない状況なんです。クレムリン内部からはプーチンの対立候補を探そうという動きが出ていると聞こえてきています。では実際に誰がプーチンに弓を引けるかというと、民間軍事会社ワグネル創設者のプリコジンしかいないでしょう。中村氏、青年期を刑務所で過ごした後、プリコジン氏は飲食店経営に乗り出すと、プーチン氏と親密に。ロシア軍の右腕としてワグネルを創設した。そんなプリコジン氏だが、激戦地のバフムトで戦闘していた自身のワグネル部隊の撤退ルートにロシア軍が地雷を設置したとして激怒。その他にもプーチン政権の戦況の見通しの甘さを批判し、ここに来てロシア革命が起きるといった過激な発言を繰り返している。ロシア国内の西部ベルゴロド州で戦闘が起きましたが、これは反体制派のロシア人組織自由ロシア軍、ロシア義勇軍団による攻撃とみられています。そして今、戦争に勝てないと踏んだプリコジンがワグネルとウクライナ側に立つ勢力を束ねて、ロシア西部からクレムリンに向けて侵攻を行うという事態をプーチン政権は最も恐れているんです。中村氏、新たなロシア革命に向けて反プーチン勢力に残された時間は少ないと考えられる。前室の名越氏が話す。ロシアでは9月から政治の季節に入ります。9月には統一地方選挙があって、2024年3月には大統領選挙が行われます。そこに向けて国内では珍しく次の大統領の話題が出始めている。プーチン体制の潮目が変わるとしたら、選挙前に社会が動揺するこのタイミングだと思われます。ウクライナもまた
情報当局幹部がプーチン暗殺に言及するなど戦況に自信を深めているようだ。そこにプリゴジン氏の寝返りがあれば状況は断然ウクライナ有利で進むだろう。プーチンにとって側近だったプリゴジンに暗殺されかねない状況、まるで織田信長と明智光秀の関係性といったところでしょうか。中村氏、2度目の8月革命が起こりうる。